と見せつけて足出していったところを股を抜く。はい、こんにちは。RWS 新潟校代表の高越です。はい、今回はですね、本当に小さなタッチなんですけど、いろんな技をする前の最初の、ボールの触り方っていうのを今回やっていきたいと思います。はい。ね、このタッチなんですけど、今からやるタッチなんですけど、それができるだけで、いろんな技がさらに有効的に、なって使うことができます。はい。それでは、早速。やっていきたいと思うんですけど、まず、そのタッチが何かと言いますと簡単です。ボールを足の裏で飛んだ時に引いて、インサイド、本当にこれだけの動きなんですけど、例えばこっからダブルタッチするのか、こっち側に置いてからダブルタッチするのかで、相手の動きを、ずらすことができるわけで、こっからスタートだと相手が止まったままダブルタッチするので、抜けない確率も、抜ける確率ももちろんあるんですけど、抜けないことも。じゃあここでワンタッチ引いてインサイド止めることでどうなるか、相手は重心ずれますよね。ずれたところをさらにダブルタッチするとか、何でもそうですけど、ここに一回持ってくることで相手の動き、相手の重心をずらしたり、相手を食いつけたり、で相手を動かすことができる、本当に些細なタッチなんですけど、このタッチがあるだけで、だいぶやれることの幅も広がるし、やれることっていうか、やれることが同じでも、その一つ一つの、技に対して、相手に効くダメージが、増えると思います。で、以前、僕、相手を食いつけるために、その技をやってる。シーンがね、モノマネジャパンさんとね、試合させてもらった時にあるんで、それをぜひご覧ください。はい、今、見ていただいたと思うんですけど、やばくないですか？やばくないですか？やばいですよね。絶対やばい。僕あれ、結構技使うんですけど、ボールを引いてこっちに行くと見せかけて足出してきたところを股を抜く。これもここでこうやってやってもいいんですけど、一歩引いてボールを触るから相手が足を出してきた時に股を抜けるし、足を出してこさせることができます。はい、本当に些細なボールのコントロールの仕方なんですけど、このボールのコントロールをできるだけで本当に自分のね、選択肢もありますし、アイディアもいろんな技に対しての有効性もすごくあると思うので、ぜひねやってみてください。で、本当にちょっと意識するだけでこのボールのタッチって変わるので、例えば、練習とかはしなくても、普通に普段ボール持ってて相手の時にパッてこうちょっとずらすようなタッチで、ポイントをね、ちょっと言い忘れちゃったんで言いますけど、ボールを止めた時に2つやり方がありまして、例えばボールを触った時にボールのそばに足をついて触るのか、それとも触った後にボールから足を離して触るのか、これね、使う技とかいろんな状況によって多分異なると思うんで、そこだけは、使い分けて、ぜひね調整してみてください。本当に簡単です。意識だけ変えればすぐにできますんで、やってみてください。はい、モノマネジャパンさんとの試合の股抜き良かったと思う人、このタッチ良かったと思う人、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、以上になります。ありがとうございました。